どうも、かずきです。ドラゴンズドグマ2やっていきます。今回はベルントのお使いをこなしていくんですけど、ちょっとだけ雑用もやってます。で、誠に申し訳ありませんが、大型魔物との戦闘がありません。では、どうぞ。夜になるまで、まだまだ時間あるんで、さ <coughs> ああの、おばさんに言われたとこ行って、こいつか来てくれたのね、歓迎するわ。この人、この人。どうかしら、私が留守の間、ここに住んでくれる 家の手入れは何も必要ないから。はい。ありがとう。助かるわ。それじゃあ頼むわね。一週間でいいから。一週間ね。なになになに <laughs>、ね、さあ、消えました。部屋に一週間ほど住む。寝る。ああ。宿題がいらんのか。宿題をいらずに、 調べる。あーなるほど。倉庫としても使えると。へえ。それだけかいもうえわい。ほんなら。<laughs> じゃあちょっともう一個ね、クエストをもらったんで、実は。はい。ギッシャに乗ってなんかメルベに行けって言われたんです、ちょっとそれをやっていきましょうかね。これっすね。ギッシャを待つ。長押し。これでメルベに行きましょう。 あ、ちょっとなんか夜に夜になってる。ちょ、ちょっと夜になってる気がするけど。で、金を先に払わなあかんのでね。OK、OK。え、乗る。金はね、もらっております。はい。え、銀車は主たる拠点間を定期的に運行する公共の移動手段です。 覚悟はしておくべきでしょう。はい。あの、知ってますさあ、じゃあ乗るか。サイドクエストやからね、あんまり <laughs>、やらなくてもいいかもしれないけど。さあ、出発だ。目を閉じる。絶対出てくるよ、魔物。あともう一つんいけた えっ、ファイター、仲間におるくない <laughs> えーと、これはもういいんかな立ち上がるでいいんかなメルベ着きましたね。<laughs> 出てこなかった。えー、じゃあ、ここの誰かに、なんか手紙をね、預かったんで。 どなたかにあの手紙を渡しましょう <laughs> レンナルトさんこれやんね<い>よしよしよし,よしこれ,やてれ見ての通り復興作業中なのだがどうにも人手が不足していたなまたサイドクエストですか貸してくれんかいやあの手紙を渡しに来たんですがですこの恩は決して忘れんぞ実ははい裏の外にリザードマンが住みついてしまってなああ<ー>。まだ実あートはしちゃったの問題を解決しておきたいのだ 村の入り口に火薬ダルを用意してある。あれを使えばリザードバンドもも逃げ出すだろう。リザードマンを包つくとは危険ですね。あの。火薬ダルを持ってその場に急ぎましょう。まあ、それも大事じゃないけど、手紙を。私に何か言おうか。レンナルドさん、手紙です。レンナルト宛の手紙。はい。おお、マルギット夫人からか。 届けてくれたこと感謝するグレゴル殿と仕事をした縁で奥方が季節の折々に私の健康を気遣った手紙を送ってくれるようになったのだ成果を報告しに行きますなるほどね <laughs> じゃあもうついでなんでまだ日も暮れてへんしえっ、ー、とやりますかリザードちゃんこれが火薬だるやねこれえらいなんかすっぽり置いてあるな えー、つかむ。はい。持っていくぞ。あれ、れここに向かって投げればいいんやな。これ、ああ、そうか。卵か。懐かしいな。はね、くたばれ。誰ですか,かすあの、いやいや、今、あの,あの、今、ちょっと今は、あの、話してる場合じゃないね。あの、 見てるだけじゃん助けてくれればええんやけどこっちにこうやなウェイはいはいはい、はい、全部使いましょうあれあれあれ何あれ死骸くそこれ死んだ。 <laughs> これ、これで終わり。めちゃめちゃ戦うかと思った。っていうか、俺遠距離やから弓打ちゃよかった。で、ちょっとあっこまで取りに行くのはめんどくさいんで、えー、っと、まあ、取りに行かなあかんと思うけど、カットやな。で、一旦、報告しに行きましょうか。じゃあ。おいおっさん、お前でもできたんじゃないかおう。ちょ、聞いた聞いた。え あの投げ入れた結果をオレンナルトに報告したいんですが。いいぞ。あいけたいけだ。リザードマンどもも怯えているはずだ。びび <laughs> るわ。俺が怯えるわ。お前。仕上げにかかろう。この毒壺を奴らの巣に落としてやれ。うまくいけば巣が安全ではなくなったことに気づき、リザードマンどもは巣を引き払うはずだ。間違っても毒壺を川に落とすなよ。村人の生活に関わるからな。しっかりと狙いをつけてくれ。頼むぞ。よし。 村の入り口にまたがい。<laughs> またがい。それ。それはもう、先言ってよ。先言ってくれよ。これですね。で、これを掴んで。違う違う違う。何なんで登ろうとしてんの <laughs> これを掴んで。 で、あの、リザードマンの巣ですね。ここに、ぶっ込むと。カバーに落としたら、行くで。もう死んでると思うけどね、リザードちゃん。いいね、はい、オッケー。これ、考えそうなんかな。<laughs> じゃ、報告しに行きましょう。簡単やね。おー、来てたの。

うん。1200、悪くないね。ちょっとおめかしすんのでね。金を踏んだぐられたんで。<laughs> はい。じゃあ、戻ろうかな。さすがに魔物討伐まで行ってると、日が暮れちまうかもしれないんで。戻りますかね。なんで医者 <laughs> の運行時間、えー。発車は帝国に決められており、大抵は早朝に出発。はいはい。 停イリージーは次の発射時刻まで時間を進める。ああ、なるほどね。な,なるほどね。わかりましたよ。はい。ちょっといろいろありまして。えー、戻ってきました、無事に。徒歩で。はい、じゃあ、報告しましょう。う戻っったたか。義車の乗り心地はどんんなもんじゃった目を閉じてたのでわからないです。手紙を届けました。 めちゃめちゃいろいろありました、道中。<laughs> ポコーンが変わったりね、レベルが上がったり。いや、魔物だらけでしたね。なかなかやばかったっす。はい。<laughs> はい。で、ちょうど夜になったんで、えー、潜入任務といきましょうか。はい。 行くぞ行くぞ。よーし、それでは、このお城に忍び込んで、ちょっといろいろ探したいと思います。<laughs> 警備兵がおるからちょっと、怖いな。やばいな。立ち入り禁止。いけるか ここからいけるかこれこれ <laughs> 絶対違うな。じゃん。絶対違うと思うけど、えーと、こいつらになりすませそうやったんで、えー、ちょっと来てみました。いけるかな騙せるかな <laughs> 多分ここやろ。この上の階のここや。こ、こっちここ、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 この中。よし。 この中で、あれや。見つけたぞあ君<は>おっキおオオトシスカニシテクレヒトヨバレタコは僕も同じなんだ。前助けたやつですね。キミモハノタのラミオバクタメニココこキタノカイソー。ハハコキディサワー、ボクノハダダマティゴメマジか。騙すつもりじゃなかったんだ。本当のことを話したら。 誰も僕には関わりたがらない,いや、そんなことはどうでもいいよね。それより、君がここにいるの。は。顔隠してんのになんでわかった <laughs> 誰だじゃないんや。そんな。じゃあ、君が本物のカクだって、よの。だとしたら、王宮にいるですよ。それも母が偽物ですよ。それが偽物いそうだ。どこかです。 いえ私は何かあっただディーサ様におはりを受ける急いで探すんだごめん僕のせいで騒ぎになったみたいだ。君も早く王宮から出た方がいい。はい、もう二度と来ません。あだのこと,もっと調べてみるよ、何がだのこと、何がと、何がただの何ただのたと、何がただのこと、何がが先に出て衛兵の相手をするから、君はその間に逃げて。うん。なかなかただそうな何が そっから逃げんのね。いける。ああ、いける。危ない、危ない、危よし。行けましたね。これ、ベルントに報告。で、あとは、あれやな、図書館がどっかにないんかな図書館かなんか。どっかにないですかね。とりあえず、こっから出ます。こっから出てから考えよう。 はい。はいはいはい。もう、二度と来ねえ。OK。知識を満たせる場所ってどこだやっぱりここ。じゃあちょっとあの、地下牢にいる人 <laughs> その人に会いに行こうかな、今。えっ、ー、と、多分ここやね。ベルンワース城牢獄島。ここの中に、 隠れてんじゃねえかで結構夜もねふけてきました <laughs> 中に誰もいませんようにネズミ何にもねえな,ここ,ねえなここじゃねえだろで開けるあいつにバレるとちょっとまずそうやな あ、いけるバレてもいけるおー。これこの人な開けたらあかん気がするけど <laughs> 絶対開けたらあかんとは思わないけどまう、あ、一回開けてみようか。

各社の胸には竜の爪痕のごとき傷が残るというがまさしくそれであろう148年前のアルフォンソ王の地政にて各社を名乗るクルーズなる者が現れ民を前にしいずれが王としてふさわしい真の各社であるかを問うたという記録がある結果どうなったかクルーズは偽物であることが露見し その場で首を切られたそうないずれにせよ<う>お主が現れたことでいずれか一人は首を切られるということようーん、脱出を促すなぜ出る必要があるここにおれば毎日法典を読み古文書を解読しわしの成したいことのみにふけておられるあのディんのつまらぬ要求に耳を貸す必要もない <laughs> わしにとって ここは楽園よ。だが、そうじゃな。わしの興味を引く書物が山ほどある場所があれば考えてやろう。そんな場所を知っておるかどうせ知らんのじゃろ。ならば話はこれで終わりじゃ。帰るがいい。知識への渇望を満たせる場所とは、うん、どこでしょうか図書室 知識への活動を満たせる場所を探すマジかよ唐突やな <laughs> さあ着いたぞ <laughs> まずは魔物の討伐からやっておりますはい知識の活動を満たせる場所がもうどうしても分からねえほらほらおい ちょっとあれやね。ファイターとかの方がいいんかな今は <laughs>。大丈夫かめっちゃ燃えてるけど大丈夫かおかげでどうに切り抜けられたあ、小金虫勝る。これを、これあの、ポーンに自動で話しかけるのなんとかならない。はい、そしてこれをいただきます。OK <laughs>、じゃあ一箇所済んだっすね。 ま、この3箇所に行かなきゃいけないんですけど、その道中でね、えー、知識の渇望を満たせる場所が見つかることを祈ります。さあ、じゃあ2箇所目だ。さあ、2箇所目に着いたぞ。こちらは目的地から離れますが。ここにね、もう1個用があるんですよね。なんか体験とか杖を取ってこいみたいな。それもちょっと終わらせようかな、じゃあ。よーし、じゃあちょっと荒らさせてもらいましょうか。トレボ鉱山。ここに来るまで色々あったよ。ほんまに。 もガラと変わりましたよねジョブランクももうカンストしたりしちゃったりしてね、もうどんだけやっとんないで。めちゃめちゃ寄り道してます。いやでも、プレイヤースキルはあんまり上がってません。<laughs> ちょっと危ない危ない。火薬は危ないでしょうが。ここになんか、体験とか杖があって、それを取ったらなんか、ウォリアーとかソーサラーに、えー、転職させてあげるみたいな。 と言われたんで、まあ、次はね、僕、シーフやろうと思ってるんですけど、シーフがね、ちょっと、かなり身軽で、いろいろ立ち回れそうなんで、それをね、やりたいんやが、これ、合ってんのか、道、こっちでいいのか。合ってんのか。いいぞ、いいぞ。 大丈夫パカサセイエムストシンドい危、ね、あらららら。<laughs> その手テニアノラネゾ。あららららららら。そのテニアノランゾ。登れねえなえー。そのテニアノラネゾ。うぃ <laughs>、えー。 弓矢のに近づいていくっていうね。ほい。ほい。あやっあとこの、ロスゲージね、体力の黒い部分が、キャンプとかせんと回復できへん感じなんで、めちゃめちゃキャンプとかせなあかんね、このゲーム。肉焼いて。で、その肉焼くときの映像がね、多分実写ですね。 なんでなんでそこは実写なんやって。めちゃめちゃ思う。ゴブリンの声優も一緒ですね。続投やね。ゴブリンの声優。もうおらんよね。この下なのこの下を進んだところ、こっちこれ高さ制限大丈夫あ、はい、いけるな。 こっちやな。ここ進んだところにある。なんか、宝箱が。これいい感じの宝箱ですね。おっと、杖を手に入れたぞ。お杖を入手した。よし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 。あ、じゃあこの中にもう一個あるんやな。よっしゃ。よし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 。絶対これやろ。 タッチしてほしいらしい。ハ <laughs> イ、はい、タッチができない。<laughs> 絶対これやろ。絶対これ。これ体験が手に入る。両手剣<は>おっしゃこれでサブクエストとメインが進行できたな。よし、メインはあと一箇所に行かなあかんから、ここから出ましょう。これ出れんの開いてんや。はい、出ます、出ます。もう二度と来ません。 一生来ませんもん。一生後編へんって言ってるやんか。OK, OK, OK, OK. まだおるで。まだおるで。ほい。実はあの装備で、あの距離が近ければ近いほど弓の威力が上がるっていうアクセサリーをつけてるんですよね。さあ。

入ってくるとこ逆やったん。<laughs> <laughs> 俺も不意をついたよ。逆から入っちゃった。あ <laughs>、なんかあるぞ。逆から入っちゃったんかな、俺。ブレイブスピアそう、いろんなね、ジョブを試してみたい。次はね、シーフをやってみたいと思います。ダガーですね。 両手の両手でもつけんウォリアーではない各社様にお任せしましょうもう早くここから出してくれ肺炎になるさあハーブ村ってところに着きましたけれどもここはちょっと <laughs> 行ったら目的地かな何があったそこでおい危険だぞこの奥には彗星の魔物がいるこれ<う>は報告を受け大将に来た討伐隊だ リザードマンやったな、確か。入らなきゃいけないんですよ、もう。ましたね、<laughs> 入らなきゃ済まないんですよ。さあ、入りましょう。どっから入るんだ ?OK、ここね。ここ、ここ。こ,こ,こんなところから。 はいランタンつけて潮なき洞窟リザードちゃんやろ簡単簡単ちなみにリザードちゃんの尻尾はね絶対に取っとかなあかんっていうのが分かりましたあいつの尻尾でなんかもうめちゃめちゃ回復する薬が作れるんですよなので尻尾をね取りたいと思います,すいや金の方が大事リザードちゃん 尻尾をくださいでもね弓矢とね尻尾が <laughs> ゲットできないんですよねだからもうこの近接ジョブに尻尾を切ってもらうしかない落ちないリザードちゃんの尻尾が落ちないあままだありますよねまンジョの口やんなあリザードマンの王。そうこれが大事、まあまあ、持っていて損はありませんが この魚は別にええやは,はい。じゃあ、奥に行きましょう。尻尾をね、持って帰りましょう。くらー仲間が全然こん。<laughs> こういう時にね、近接やったら、こんな感じで。 食らうとね、もう、いかにロスゲージを作らないか、いかに攻撃を避けるかが、大事。よし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 。報酬はもらっていくぜ。さあ、何かなヘビ、蛇行の死サークレット。オッケーオッケーオッケー。終わったな。ベルントに報告する。よし。 これでベルント殿に報告できますね。できますね。その人にご用ですかないや、あの、それは知ってるんです。で、あと一個やな。えー、知識を、のへ、えー、の活望を満たせる場所ですね。そこが、どこなんだ。ほい、じゃあ、上都まで戻ってきたんで、えー、まずはサブクエストの体験と杖を、 私に行くやつを完了しましょうそしてあのシーフに転職してやろうこうですねここのこのジョブマスターに取り返しきたぜ大杖を納品するまずこれやなはいお大杖を手に入れられたのですね素晴らしいこれでソーサラーへのジョブ変更手続きが可能になります もしもウォリアーへの手続きをご希望の場合は両手剣の方もお持ちください持ってますこれはどうも奪われたブグの件はどうなっておりますかさらのジョブが解放はいまだやらんけど大杖も両手剣も手に入れられるとはこれでジョブ変更受付が再開できます少しずつですがブグの搬入も行われているようですから 近々ブグヤにも新たな品が並び始めることでしょうよし、オッケー。7500ゴールドをもらえた。やったぜ。そして、25レベルにアップ、あね。え、ちょっとシーフに転職してやろう。じゃあ次、これっすね。知識への渇望を満たせる場所を探す、これ。マジでわからんねやけど,ども。けれども、ですよ。このね、通し見の館っていうところで、 ちょっとチュートリアルかなんか読んだんですけど、あのー、行き詰まった時とかは、あなんか、助けてもらえるかもね、みたいなチュートリアルを読んだんで、ちょっとこっちの、投資見の館で占いをね、受けてみようかなと思います。まずは、インチキ魔術師のところまで行きましょう。あ、インチキとか言ったらあかんな。はい、ペテン師のところに到着しました。じゃあちょっと怪。怪しいなう。怪しいな ですよね50ゴールドでいいらしいですはいなでもサジをおろそかにするものに刑事なしどういう意味だ全く分からねえ感謝するわ 全く分からねえ。<laughs> えた全く分からねえ。これ、あかんやん。ペテン師じゃねえか、お前。<laughs> あえて最悪やった。なんか2回払ったけど、2回とも同じっすね。最悪やな。そっきないでてこれが、こいつ絶対バイトやろ。おい。絶対バイトやん。もっとわかりやすく言ってくれ。<laughs> どういうことやね。 なんか、ポーンがね、めっちゃ報告してそうなんで、一旦あの、報告しようか。二つとも。一旦あのー、二つの項目を報告します。ご機嫌よう、陛下。少々よろしいでしょうか。なんだよ。教えてくれんのか,なんかですよね。<laughs> 知識への渇望を満たせる場所。これまた落ちるんかな。 <laughs> 絶対落ちると思った。<laughs> はい。で、まずは、法務官の行方、偽各社王。なんか新しいの出てるな。放棄の主文。この二つはいけてる。で、これが分からへん。これ一回ちょっと聞いてみようそう、そう。なかなか思い、なんでやねん。 お前体しか動かしてないからもうク殿救いの家,のいの家何か妙案を思いつくやもしれませんやるなお前やっぱ体を動かしてるやつは偉いうよしじゃあ救いの家のケンドリックにいったほうがいいんやな ok 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 店各社大手なんだとを立てられる後期の不正を暴くべく超を調べていたところ、はい、少々気になる部分を見つけました ある時から、コーは、スピティノの花ンギョツイヤステイです。なんだそれそして、その時期は、偽セ者であるアーサーガー、アラワタジキトイチ、シマス。イナマイシマスね、オーバーマス。アーサーアーサーに流れているのではないかとほう。そして、スピティノの花はベルムントの東端にしか咲かぬ花はい、それをインゴに用いるには何か意味があるはず これはアーサーをう手がかりになるやもしれません雲を掴むような話で申し訳ございませんがはい奴の素性を探るべくベルムント登壇の調査をお願いいたしますそれあのまとめて言ってくれよあ,ありがとうございます偽隠者王の正体が分かれば王座奪還への移動最初あったっけ偽隠者王なんて <laughs> よしじゃあ報告は後回し一旦あれやな救いのお家に行きましょうか 救いのお家ってどこだあったぞ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 ,ったぞ救いの家、ここに行くやな。じゃあ、ここまで今行きます。さあ、入ったぞ。あなたがオサですか失礼します。何やねん。<laughs> 腹痛いんが なんかあれかな外で叫んでたおっさんかな貧しき者に救うよみたいなこいつ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 ちゃんケンドリックよろしければ貧しき者に寄付をお願いできませんかマジ千円まあい,いやろ感謝します慈悲深きあなたが幸運に恵まれますように

行方不明になっているのです先のきの小かマルコムは真面目な子ですので家出などをしたとはとても思えませんこの施設はかなり老朽化しておりますからどこぞの隙間に転落でもしたのではないかとどうか彼を探してはいただけませんかまずは情報収集しましょうあのも、ちょっと合意しますマルコムは どこに他の子供たちに話を聞けば他の子供たちに話を聞これやらなあかんやん絶対もうこいつ教える気ないぞ書物について絶対ないぞかか <laughs> やるかやるかもう薬草もめっちゃネコババしたしなもうやるかどうやらこの人はちょっと知ってるようですよ最近探検に夢中だったよ

なんか地下に行ったっていう話を聞きました。したはい。誰にも言わないでね。い今から行ってきます。ヘンドリックに今から言いに行きます。問題なく来られました。ヘンドリック、ケンドリック。ケンドリックが。入り口は封じられているはずですが。いや。瓦礫と言いましたね。 あの場所に地下への入り口があるのかも行ってみましょう急いだ方が良さそうですこちらですついてきてくださいこのハゲを護衛せなかの多分この辺りだと思うのですが穴がありますここから地下に入ったのでしょうかとにかく私たちも行ってみるしかありませんねかなり狭いですがなんとかなるでしょう 急ぎましょう。<おー> <laughs> よし、じゃあ地下に行くぜ。